スイッチでおつにだって感じですよね。ゼロ。あ、ごめん。すごい嬉しさに浸ったわ。新世界の神ポコエグロンだということで、今回は PC 限定のスキンが来たということでね、まあそちらをね、まあ手に入れていきたいと思うんですけども、もうすでに手に入っちゃってます。すいません。これですね、PC 限定のスキン、ブリザベル。このブリザベルのこのスキン、PC 限定です。スイッチで PS4、Xbox 手に入りません。モバイルはよくわからん。けど手に入りません。お疲れ様です。それでなんですけど、まあ、ブリザベルを持ってないやつは雑魚ですね。はい。すいません。ブリザベル持ってない人はちょっと弱いっす。すいません。スイッチ勢の方、ブリザベル手に入らないですよね。お疲れ様です。ごめんね、なんかこんなこと言っちゃってね。なんか、本当は欲しいと思ってるでしょ？でも手に入らないんだわ。ごめんな。マジでごめん。まあ、なんかいつも PC 結構いい思いしてるじゃないですか。この PC で無料スキンとか。で、なんか、まあ、PS4 とかの無料スキンとかさ、無料スキンとかなんか PS プラス入ってる人はもらえるスキンとかって昔あったじゃないですか。まあ、今もあんのかもしれないけど。で、結構ダサいやつ多いじゃないですか。なんかね、PC の無料スキンだけすごい力入れてくれてるんですよね。スイッチとか PS4 って何かを買わなきゃ手に入らないとか多くないですか。なんかコントローラーを買ったらスキンがもらえるとか、まあ、PS4、その限定のPS4 を買ったらなんかコードがもらえてとか、あとまあワイルドキャットとかだったらまあスイッチを買ったらなんかもらえるとかさ、そういうのあるじゃないですか。だからいちいちなんかその限定のスイッチを買ったり限定の PS4 を買ったり、まあそういうことをしないとまあ手に入らないみたいな、まあコントローラー買ったりとかね、まあそういうのしないと手に入らないみたいな、お金がかかったりとかするんですけど、 PC はね無料でこのクオリティのスキンがもらえます。 CS の皆さんどんまい。いや気持ちいいねこれね、最高ですよ、これ。しかも、可愛いっていうところがまたね、いいよね。冬仕様で、すごいいい。まあ、いいスキンだわ。PC 限定ですから、皆さんには手に入らない。スイッチでおつにだって感じですよね。スイッチでのね、まあ、煽りがね、まあ、一番上手かった人は固定コメントにしようと思うんで、まあ、皆さんちょっとコメントで頑張ってみてください。なんかね、ついでにこのスパイダーマンもなんか今日出たらしいっす、これ。まあ、これね、買っちゃったんですけど、興味、まあ、これはどうでもいいっすね。まあ、こっちっす、問題は。やっぱり限定の方を僕は使いたくなってくるので、まあ、限定ですね。あ、これ持ってるから PC 勢だな、みたいな。あ、これ持ってるから PC で猛者だな、みたいな風に思われると思うんで、まあ、PS4 とかね、スイッチをまあ、見下しながら頑張っていきましょう、フォートナイト。これからもね、どんどんこうやって見下して頑張っていくと、モチベーションも上がると思うんで、頑張っていきましょう。で、持ってないスイッチ勢の雑魚たち、いや、モブたち、いや、ゴミたち、いや、クズたち、せいぜい頑張りたまえ。俺は応援してるよ、陰ながらね。持ってないけど、頑張ってんでしょ？じゃあ頑張れ。どうせ、弱いと思うけど、頑張っても、弱いと思うけど、努力しても、水の泡だと思うけど、無駄な時間を使って頑張ったらいいんじゃないですかね。ってことでね。まあ、今回の動画は以上になるんですけども、PC の限定スキンが来てしまいましたというね、動画でした。はい、最高でーす。エピックさん、ありがとう。いつも本当に PC だけひいきしてくれてありがとうございます。ってことで、皆さん、バイバイ。コメント欄、待ってます。